おはようございます。日々の哲也です。ドリフトドライブやってます。今日はですね、 YZ サーキット東コース来てます。はい、今日何しに来たかと言いますと、はい、 MJ 壮行会っつってね、壮行会に来てます。はい、だいたいいつもならね、ほぼ走りたい放題の、はい、インコースアウトコース、結構何時間も走れる壮行会ですね。今日はですね、まあいつもと違うといえばですね、個人レッスンしてます。はい、個人レッスン日々の塾です。はい、まあね、ちょっとね、後で紹介します。はい、おはようございます。おはようございます。自己紹介ね。岡山県からやってまいりました、株式会社エージェントの長澤と言います。長澤くんです。はい、お願いします。86専門店やってるみたいですね。全くやってます。で、今回はどういう運転技術を身につけたいですか？ミニサーキットっていうことなんで、荷重移動を完全にコントロールできるように勉強したいと思います。で、今回はあえてドリフト仕様とグリップ仕様2台、はいはい、準備したわけですね。はい、まあ、両方ともちょっとね、料理して、はいはい、勉強してもらって、最後またどういう感じで一日過ごせて、どんだけこうね、自分が経験できて、なんか手に入れたものは何だったかって、はい、聞かせてもらいたいと思うんで、わかりました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。しっかりと勉強したいと思います。
はい、今僕が運転して助手席に乗ってもらいました。感想聞いてみましょう。どうでしたか。だいぶ滑らせる感覚はつかめてきたので、もうちょっと車速だったり振り始めるポイント、減速するところをしっかり考えながらちょっとずつ調整して修正していこうと思います。なんかその今ね、俺の運転の横で、はい、あ、僕はこれちょっとこう今までやってなかったなっていうポイントといえば、なんか気になるところはありますか。ポイント、そうですね、もうとても簡単にこうされるんで余裕がある感じですよね。1コーナーの飛び込みなんか、うん、思ってたよりハンドルをグイッてこじるっていう感じではなくて、やっぱりちゃんと荷重移動させて振ってるっていう印象でしたね。あまり忙しく操作はしてないようにして、そうですね、気をつけてる、はい、なんかもうバタバタしちゃうんで車の手で慌てなくてもさ、はい、いいと思うね。だからその辺も、その車をこう確かめながら、はい、車を動かしながらっていうか、はい、ちょっとそんなに熱くならなくていいかな、はい、気楽に行きましょう。はい、わかりました。もう車と友達みたいな、はい、ちょっと一回試してみてください。はい、しっかり楽しんでみてください。はい、僕の助手席乗ってからのどういう変化が現れるのか楽しみですね。はい、今、はい、コースインしました。いいじゃん。1コーナーからちゃんとこう角度あるドリフトできて、しかもね、2コーナーに対してのこうねスピンも、うん、しなくていい感じですよね。なんで、すごく楽にできたんですけど、走ってるうちになんかいろいろ考えて、もうちょっと振り出しでこう角度つけたいなとか思ってたら、どちらかに出したんで、ちょっと一回やめました。なるほどね。はい、だけどさ、その、なんていうかな、ドリフトっぽくなってきてるよね。なってきましたか。なんかさ、やっぱり初めて、その、ね、早いドリフトというか、浅いドリフトというか、はい、グリップの延長さあ、なんかね、そんな雰囲気だったけど、今は、はい、きっちりその横向けて旋回するとか、はい、でちゃんと次のコーナーに合わせてこう、コントロールして、はい、しかも振り返して角度ある状態でドリフトしてるっていう感じは、はい、だいぶ変わったかなっていう、変わってきましたか、うん、あ、嬉しいです、思ってますよ。まあ、でもね、完成度はまだ低いんで、はい、そのミスった理由がどこにあるのか、はい、うん、進入からあるんだったら進入をもう少しこう、はい、確率上げるように、ね、はい、走らないといけないし、はい、であとその車に対してなんかこうもう少しこうしたいあしたいっていうのは特に今のところどうですか。今のところどん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 グリップは下げてってるんですよね。そうですね。で今一番やっぱり今までで一番そのグリップはない状態 で、はい、でそれはまあ、いい方向じゃないのかなと思いながら、そうですね、まあ、だいぶ楽にできるようになりました。初めとは違う本当にドリフトになってます。また慣れてもらって、はい、で完成度を高くしてもらって、はい、はい、で今日中にツインドルぐらいやりたいですねやりたいですね、いいですね頑張ります。はい。
はい、ドリフトのレッスンがですね結構ねいい感じで乗れてきたんで、まあ、今回のドリフトのレクチャーですね終了ということで、今グリップの方で、はい、走ってます。ねちょっとね気温が下がってきて、まあ、路面もねちょっと冷え冷え状態なんで、まあ、ないですね、あまり期待できないですけど、まあ伝えれることを伝えたいと思います。はい、長綱くんのグリップ仕様の86です。はい、とりあえずねこれはね岡山サーキットとかね、セントラルサーキットで走ってる車です。そのまま持ってきたんで、ちょっとミニサーキットにしてみたらバネが硬いのかなっていう印象です。行ってみましょう。Thank you.
3のタイムですよね。5秒3俺で、で44で見てたら多分ね6秒7かな。6秒7でも全然タイムアップしてるんですけど、なんか理由があるっすか。そうですね、もうドリフトさっきまで練習してたのもあって、こう荷重移動をちゃんとさせるっていうのが分かった気がしました。あ、そう、走るのもちょっと楽に走れたんですね。今までタイヤに頼ってもハンドルこじって走るって感じだったんですけど、ちゃんとブレーキ踏んで荷重乗せてハンドル切ったらちゃんとグリップしてるっていう感じだった、はい、なんか車のことが分かってきた顔してますねちょっとだけはい、日比野塾の2日間終わりました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。まあ1日目はね、さらっとね、はい、ワイゼットっていうコースをまあ、ね、なんとなくこんな感じだよっていう感じと、あと車のドリフト仕様とグリップ仕様をちょっとこうね、乗らせてもらって、でまあなんかこうアドバイス的な感じで、まあ、車こうしたらいいんじゃないのっていうのをまあ1日目に、はい、まあ終わらせて2日目、はい、今日めちゃめちゃ走りましたね。走りました。どうでした。もうこんなに走ったのはもう初めてですね。そうだよね、9時から4時まで走りっぱなしじゃん、はい、走りっぱなしですね、はい、で2日間続けて、はい、ほんとそう、めちゃめちゃしたと思う。走りました、まあ、ドリフトの方はどうですか。ドリフトの方はもう最初は、まあ、振り出すのがはっきり言って少し怖かったんですよ、はいはい、車速高い中で3速全開で左向けるっていうのはちょっと怖くて、はい、ビビりながらやったんで結局振り出しきれない。なるほど。でコントロールが難しいっていうことだったんですけど、はい、まあ、2日目しっかり滑りやすい状態にしたら、うんうん、意外と振り出してしまえば安定するんで、あ、なるほど、ね、怖くないんだなっていうのが分かります。それすごく大事なポイントね、はい、やっぱりグリップありすぎると振り出しにくい、はい、から余計こう車速上げないと振り出せないから、はい、どん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 こう苦しい状態になってくる、はい、まあね、実はそのグリップを落とすってすごくなんかこう怖い感じになったりとか、はい、危ないんじゃないのっていうふうに思うかもしれないんだけど、実際そうですね、それが簡単にね向き変わるっていう部分がなんか伝わったらいいなと思って、はい、まあ、なんか伝わったんで良かったなと思います、はい、グリップはどうでした。グリップの方は、はい、まあ、ライン取りをまあ勉強させていただいて、はいはい、ブレーキのタイミングとかシフトチェンジのタイミングを学ぶことができました、はい、なんか新しく発見とかっていう感じだと何かありました。そうですね、やっぱりこうハンドル切ってもタイヤに頼って曲がってるっていう感じだったんですけど、うん、しっかり荷重乗せて体で感じる、うん、感じながら曲がるっていう、うん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 、ことが変化しました。なるほどね。まあ、先にドリフトをまあ、ね、トレーニングして、で車をこう、ね、振り回すだったり車のことを拾うっていう部分をちょっと先にね、はい、やったんで、グリップの方にそれが、ね、ちょっと活かせたのかな、はい、なんかそういう風に感じたんですけど、はい、そうですね、こうまさに車を自然に操るというか、うん、少々振っても、もう怖くないなって。なるほど、ね、まあ、と言っても雑にしたらやっぱり長いじゃんで、うん、はいはい、そこはグリップの前は手、うん、タイヤの限界をこう体と手とか感じつつ走れたりとか、うん、そうですよね。やっぱりその集中して走れるから、まあ、それがね、なんか手に入れたって、はい、やっぱりその20分だったら20分しか走れないとかだと、はい、こうなんか手に入れる前にこう時間終わっちゃって、はい、で次走る時にまたいつ、ね、走れるかわからんとかだと、はい、ちょっとねやっぱりこう手に入れにくいから、はい、今回なんか本当に集中して走れたんで、はい、多分相当ね手に入れたんじゃないかなと思うし、はい、次に走る時はちょっと忘れずに、そうですね、せっかく手に入れたこの感覚を忘れないうちにまた練習したいです ね, ね、またね、またまた、じゃあ君の服着てください、はい、あ、ぜひ、はい、仕方ないね実はね今日は思った以上にですね走れたのでね、ご褒美です。 ありがとうございます。何枚もあげます。お、めちゃくちゃいっぱいいただきましたサービスです今日は、はい、嬉しい、はい、それなんですね。これは貼っててください。貼らさせていただきます。はい、ありがとうございます。今日はお疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。頑張ってください。ありがとうございます、はい。